はい、橋本選手です。ヤンググランプリ出場おめでとうございます。ありがとうございます。今年は記念も優勝しましたけど、どんな1年でした？そうですね、まあ、優勝あり、怪我も大きな怪我もあり、まあ、ちょっと波乱万丈かなの1年かなと思ってます。怪我はどのような怪我をしたんですか？腰の椎間板ヘルニアをちょっとやってしまいました。今はもう大丈夫ですか？そうですね、しっかり完治して問題ありません。まあ、栄光と挫折を感じたっていう、成長した1年だと思うんですけども、はい、まあ、その集大成としてどんなレースを今回していきたいですか？そうですね、吉田と連携するんですけども、どちらかが優勝できるようにしっかり頑張りたいと思ってます。並びを教えてください。吉田選手の番手で頑張ります。それではファンの皆様に一言お願いします。精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。